うーんいやホッとする味わいですね静岡といえばやっぱり緑茶ですよねこの緑茶カテキン効果などとも言われていますけれども一体それってどんな効果なんでしょうか玄馬アナが取材に伺ったのは磐田市の静賀遠生茶です。 カテキンにはさまざまな効果があるというふうに言われておりますが主には例えばインフルエンザの菌に対しての抗ウイルスの効果ですとか体脂,肪の体脂肪を減らす効果ですとか例えば血中のコレステロールの値を下げる効果とかさまざまな効果があると言われております。お茶の主な成分カテキンには抗酸化作用や 抗菌作用があると言われています茶テキンは4種類そのうちの1つにインフルエンザウイルスや風邪の原因となるウイルスに作用して感染を防ぐ働きがあることが確認されているということですどのように入れて飲むのが最も効果的なのか教えてもらいました 一般的には7 0度ぐらいでお茶を入れるのがおいしい温度と言われているんですけれども、はい、お湯が8 0度以上の方がカテキンがより抽出されますので熱いお湯を入れた方が効果的ですこのまま蓋をして30秒ぐらい待ちますはいできましたもう湯のみごとやっぱり熱いですねそです、はい、<laughs> じゃあいただきます 苦味がが強いような気がします、はい、そうですねやっぱりあのカテキンというのはもともと苦味とか渋みの成分になりますのでカテキンを取るにはちょっと高温で入れていただいた方がよく出ますので、はい、ちょっと苦味を感じていただけると思います一度にたくさんの量を飲むのではなくて15分とか20分とかあのこまめにあの口を潤す程度に飲んでいただくのがより効果的だと言われております。また水出しのお茶には 免疫力アップの効果があるそううん。温かいお茶よりも甘みがふんわりとしますねお湯で出すよりも甘み・旨味成分のテアニンが多く含まれていてカフェインも少ないため子どもや妊婦にもおすすめだということです